ルゼンチンのキックオフでスタート。抜けていけるか、狙える、シュートに行くか、イグアインシュート残ってますね。今日初めてのコーナーキックと、ボールはさあもう一度か、ディマリア、ゴールキーパー集中しています。いいブロックでしたね、早めにコースを消してましたからね。クリア、ラベッシ、ラベッシからメッシ、ゴール。どこまで点差を広げるんでしょうか。いや取れないか、これ早いシュートでした。これはなかなか止められないシュートですね、はい、打った本人も気持ちのいいゴールだったんじゃないでしょうかね。そうですね、これで今日4本目です。メッシ、縦を使います。メッシからイグアイン、アルゼンチンとしては今いい時間帯ですから、このリズムを大切にしたいですよね。からメッシ、自分で持っていく、カセレス、これはクリアします。厳しいチェックです。ルイス・スワレスからカバーニ、ここまでご覧になっていかがですか、ナナミさん。アルゼンチンとしては攻めるのか守るのか、チームとしてのゲームプランをはっきりしておいた方がいいですよね。後半20分経過です。ラベシからイグアイン、メッシ、ゴール。今日は止まりません。ここでフリーで打たせてはいけません。ウルグアイとしてはまずこの選手にマークをつかなければというのは分かってたと思うんですけどね、ちょっと捕まえられませんでしたね。惜しいでしょうね。メッシ、これがなんと今日5点目。さあ左サイドへ上がっていけるか。ああ、これ狙える、コースが空いたか、ボールをコントロールする、メッシのシュート、決めた。アルゼンチン全く手を緩めません。メッシ直前のドリブル、素晴らしいものがありました。そうですね、ゴールするんだっていう気持ちですよね、はい、少しでも確率高めるためにボックス内まで積極的に運んでいきましたよね、そうですね。メッシゴール。アルゼンチン容赦ない一発。この位置でフリーで打たせてしまってはいけません。こういった危険な選手をエリア内でフリーにしてしまったら決められてしまいますよね。そうですね。後半ももう3分の2が経過しています。アルゼンチン試合時間も残すところあとわずかとなりました。このままいきますと決勝進出です。さあ自分で行くか、パスを選択するか、ここは一旦キーパーへ下げます。
人持ち上がっていく攻めの姿勢です。見事な突破ですね。さあシュートに行くのか。力強いシュートでした。ゴールになったシーンのリプレイのようでしたね。もうそろそろ40分です。さあイグアインへ、てるボールに向かっていく、まだありますよ。イグアインゴール。アルゼンチンさらにさらに点差を離していきます。ムスレラがこうおっとまたファールですかね。後半残り5分を切りました。メッシカウンターを仕掛けていきます。まだ持っているメッシゴール。今日は止まりません。メッシ直前のドリブルキレキレでした。そうですね、ドリブルでゴール前に持ち込んでから落ち着いてシュート素晴らしいですよね。さあフリーだ、自分で行く、カバーに。さあ前線へ、これ行きますね。メッシシュート、決めた。アルゼンチンさらに突き放します。メッシシュートまでのど、さあ笛が鳴りました。アルゼンチンワンサイドゲーム準決勝。七海さん、本日のゲームいかがでしたか。アルゼンチンとしてはあと一つで優勝というところまで来ましたよね。どんな試合になるのか非常に楽しみです。そうですね。